はい、ひとつき万冊の清水です。連日本間さんどうもありがとうございます。はい、新聞記者も知らない電通の実態ということで、話をしていきたいというふうに今日は思っております。で、この番組はですね、社会の問題とか、まあ読書の楽しさとかを伝えている番組で、毎日4本投稿中でございます。千本ノック中挑戦中ですので、ぜひチャンネル登録といいねよろしくお願いいたします。はい。で、そんなわけで、まあ、本間さんがですね、連日、世間を騒がしている電通という存在がありまして、まあ、さすがに知ってると思うんですけども、この番組見てる人は、意外と新聞記者の皆さんとかも知らなくて、まあ、東京新聞が、まあ、いろいろ今、主導で書いてるので、他の新聞記者もですね、いろいろ追いかけてると。で、それで、連日本間さんのところに新聞から問い合わせがあってですね、いろいろ答えてる中で、本間さんが、あ、新聞記者さんっていうのはこういうことも知らないのかっていうところとかがあったりしたので、で新聞記者の人が知らないということはですね、世間に伝わってないということなんで、ちょっと今回はこの、問題点というか話題について話をしていきたいなというふうに思っております。本間さんどうもいつもありがとうございます。ありがとうございます。まあ、本間さんはね、元博報堂の作家さんで、元博報堂で今作家されていてですね、本もたくさん書かれているんですけども、メディアという視点から見て、まあ、元博報堂というところにいらっしゃったんで、メディアという視点から、まあ、世の中の問題について語るっていう本をたくさん書かれていて、私が一番ね、すごいなって思った最初の本は、やっぱり原発広告というあの黒い本なんですよね。で、我々3月11日の、福島の事故まではですね、原発というのは安全であると信じ込まされていたわけなんですけども、まあ、それは何でなのかというと広告の力であると。っていうふうに書かれていて、衝撃を受けた本があって、で、まあ、それ、もうぜひ皆さんね、買ってほしいんですけど、これね、買ってほしいんですけどね、Kindle 版もありますから。で、まあ、こんな本出して消されないのかなというふうに私心配したんですけども、本間さんが。消されないのかなと思ったんですが、今のところ、この本出たのが2013年なので、7年くらいはですね、まだ消されてないということで、今日も安心して、動画を配信していきたいなと思っております。はい。どうもよろしくお願いいたします。はい。いやー、まあ、ちなみに、まあ、新聞のね、記事はまだ出てないので、どの新聞社かっていうのは伏せますけど、まあ、全国紙の一つですよ。一つですね。そうですね。はい。うん。いやまあ、結局ね、まあ、これは他の新聞社とか、はい、あとやっぱり雑誌の編集さんなんかと喋ってても、はい、うんうんうん、その電通っていう会社ってについてあまり知らないというのは何かっていう、はい、うんうんうん、あ、知らないとは言ってももちろんあれですよ、うん、あとは売上高がいくらかだとか、うん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 、どんな仕事をしてるのかぐらいはもちろんみんな知ってるけども、はい、つまり詳しくはあまり知らない、はい、でなんで知らないかっていうとですね、うん、ここちょっとやっぱり特殊な理由があって、はい、普通の企業だったら、うん、まあ、なんかその自社のサービスについて、はい、発信するじゃないですか。はい。うち、今度新しくこういう事業を始めますとか、うんうんうん、こういう新製品が出ましたって言って、はいはい、まあ、それ、CM とか打っちゃう。うんうんうん。ところが、まあ、電通とか博報堂っていうのは、はい、もちろん、新しい体制でこんなサービス始めますっていうのは、ホームページとかには載っけたりはするけれども、うん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 、それ以上に積極的に、例えばメディアを使って、で、うん、何かこう発信するっていうことはしないんですよ。そうですね。はい。うん。だからたまにその雑誌とかに何か特集記事が載るときは、うんうんうん、自社で発信することではなくて、うんうん、やっぱりその雑誌社とかが一生懸命自分たちだけで調べて。はい。で、まあ、その、裏取りをして乗っけるっていう。うんうんうん、と、特に電通の場合って、はい。電通って素晴らしい会社ですよねって、あえて書く、メディアっていうのもあまりないわけですよね。そうですね。うん、批判もできないけれども、うんうんうん、倒産もしないみたいな。うん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 、なんで、結局、電通について、語っている記事っていうのは実はすごく少ない。はい。
だから、新聞社とか雑誌社の記者たちも、なんかこういう事件が起きると、何を調べていったら、あの会社についてわかるんだろうっていう。実際は資料が少ないんですなよるほね。ど。で、まあ、彼らが知らないということは、まあ、一般の人たちも知らないわけで。まあ、それで、やっぱり今回、あちこちからその問い合わせが、来て、みんな、皆さんが聞く、必ず聞くことがあるんですけど、それは、なぜ電通っていう会社、広告代理店がね、今回のこういう、付近の事業みたいなを受け負ってるんですかね。彼らの本業じゃないですよねっていう。そういう質問が、はもうみんな絶対あるんですなるよ。ほど、なるほど。されるんだろうね。だから、それに対するその答えとしては、今回のこの給付金に関して言えば、新聞広告が出てるわけです。給付金制度始まりますっていう。それと、あとこっちの朝日なんかも30段、2ページで何回か載ったんですよね。で、それは明確に広告代理店の仕事じゃない。そうですね。で、あれはあれで、ああいうその政府の新聞広告っていうのは、朝日に載ったら他の新聞は絶対載るんですよ。なるほど、なるほど。で、他の新聞っていうのは要するに他の全国紙。それと、やっぱり今回の給付金って全国民にあた、あの、渡すものなので、おそらくローカル紙全部、地方紙ですよね。そうすると、その地方紙と全国紙を含めると、今日本には新聞社って大体70社ぐらいあるんですなるよ。ほど。だから、それを同じ日に一発ドンと広告を打つということは、まあ、それだけでも、定価ベースで言えば2億円とかになるわけで、これは広告代理店にとっては非常に美味しい商そう売ですだ。ね。で、そういう広告面のものもありつつ、まあ、給付金の場合は、なんていうのかな、実際の詐欺。申請をしてもらって、それをチェックして、実際にお金を振り込むっていう、そういう実際の作業。で、これは確かに広告代理店の仕事では、まあ、本筋からは外れるんだけど、結局それがセットになってるんですよね。告知するのと実際にお金を払う。だからまあ、広告代理店が全く扱えないかっていうと、そうでもっていう、なんていうかな、まるっきりに最初から全部広告屋がやるかどうかっていうと、って思うけれども、まあ、告知と実施が連動してるみたい。まあ、だからまあ、糸口があるんですよねっていう、まあ、話をするんですよね。で、広告代理店って、まあ皆さん言うんだけれども、もう電通とか博報堂ってもう10年以上前から自分たちのことは、自分たちのことを20年ぐらい前からかな、自分たちのことを広告代理店っては呼んでいないんですなるほど。よ。なんか代理店っていうと、なんかあくまで誰かの代わりをやってあげてるだけで、自分たちには何の創造性もないように聞こえちゃうじゃない。なるほど。だから、自分たちでは広告会社って呼んでくれって言っなるてほるんど。おお。だけど、まあ、普通の人たちはそんなことはどうでもいいんそうですね。で、広告代理店って相変わらず言うんだけども、で、電通っていう会社は、広告会社って名乗っては来たけれども、まあ今もう、その広告会社っていう、呼び方さえも、多分もう、投げ捨てつつあるんだそうでとす思う。ね。だから、すごく幅が広い。
広告はもちろん、それは CM とか作ってるけれども、まあ、今回みたいな事業で、政府の事業でこう頭になれるよっていうことじゃないですか。まあ、実質的っていうか、形式的には頭はサービス協議会だけれども、あそこは何もやってないわけだから、ということになる。で、それって、なんかパッと見ると、こういう事業だから、なんか商社とかがトップに入っててもおかしくない。そうですね。ね、だから、何でしたっけ、入札には東松の子会社が入ってたって、おっしゃってたじゃないですか。だから、商社がやるべき仕事だとも言えるわけですよ。だけど、それを退けて、広告代理店がそういうことをやる。は、電通にとっても、そういう仕事をどんどん取っていこうとしてるわけですなよるほね。ど。だから、本当は広告代理店っていう呼び方はもうちょっとかなり古くって、まあ、広告会社って呼ぶべきところをさらにその先へ行こうとしてる。広告だけではやっぱりその先細りになるっていう危機感が電通にはある。ね。まあ、そういうことで、単なる広告会社では、もう電通はなくなりつつあるっていう、まあ、そういう流れがあるかなと。で、まあ、説明したんですよね。ちなみにすみません、私が言った電通以外の商社っていうのは、商社じゃなくてですね、デトロイト・トーマツ・コンサルティング会社です。ああ、コンサルティコングンサルか。ティング会社ですね。それの子会社が入札に参加して、まあでも、広告代理店よりかはまだスッキリしますよね。まあ、そうね。コンサル会社が全般的に考えて、事務作業も含めて展開しますっていうのは。コンサルティング会社のデトロイト・トーマツ・ファイナンシャル・アドバイザリーという会社ですね。なるほど。で、そこは結局、もしそこがでも頭で取ったら、多分、まあ、それは実施部隊としては、まあ、結局はパソナとか投げ、まあ、パソナみたいな人材派遣会社に、まあ、投げたんだろうね、きっとね。まあ、ただ、そのなんちゃら協議会みたいにいきなり20億をさっぴくとかっていうことは多分しなかったと思う。そうですね。まあ、で、その電通っていう会社って、まあ、これ博報堂も一緒なんですけど、売上、どういうその、なんていうかな、売上構成比になってるかっていうと、結局、当たり前ですけど、マスメディアの売り上げが一番でかいんですよ。で、それ以外にはマーケティングとか、セールプロモーションとかなんだけど、まあ、マス広告っていうのはテレビ、新聞、雑誌、ラジオ、プラス、インターネット、プラス、屋外広告ってあるじゃないですか。電車の、中にある、ああいう広告。なるほど、ああいうのも全部入ってくるんだけど、その中で、とにかくでかいのはテレビなんですよね。まあそうですね。テレビの扱い金額っていうのがものすごくでかくて、で、電通も博報堂もそれが全収入の3割ぐらいあるということで、もう不動なんですよね。で、非常に、まあだから、外部から見たら非常に歪な構造。で、他のものはみんなちょろ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 ってしてるんだけど、テレビってバーンとでかい。で、ただ、テレビは、だん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 インターネットに取っそうてで代すわね。らない。ただ、日本の場合は、インターネットへの切り替えが、まあ、昨日もかな、ちょっと喋ったけど、まあ、要するに高齢者が、日本の場合ね、すごく多くて、みんな、あの人たちはみんなテレビしか見てないので、切り替えが遅れてるんですよね。で、だから広告が、電通とか博報堂にとっては、そのテレビに代わる収益源っていうのを、こうみん、あの彼らも一生懸命探している。で、その中に、自分たちも業態として変わっていかなきゃいけないと思っているところに、やっぱりこういう仕事が現れるわけですよ。政府の仕事。で、本来であれば広告だけ、要するに広告だけを切り取ってもらっと
けば、うん、一番彼らの業態に一番近いじゃないですか。はい、広告の部分ね、うんうん。こういうのをやりますよ、うん。ところがそれだけに満足せず実施もやる。はい、で実施はまあはっきり言って名ばかりで、うんうん、まあ中抜きになるわけです、はい。でもその中で手数料を少しでも取れればいい。うん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 、だから多分これが20年ぐらい前だったら電通も博報堂も実施の部分はやらないんじゃないかな。なるほどね。うん。うん、あまあ、博報堂はまあ、もともとこの話に入ってないから、電通でさえも、一応広告だけでいいですよって言ってたかもしれない。うん、なるほど、なるほど。うん。そこがね、おやっぱり。じゃーん、どうもどうも。ちーちゃんだよ、ほら。急にほっこりしますよね。ちーちゃん来ると。もう少し話も長いね、ちーちゃん。ねえ。どうですか、ちーちゃん、電通について。どう思いますか、本当ね。人間とは愚かだと思いませんか。面白いね。で、まあそれで、はい、でその、うん、非常にこの電通にとっても、うん、やっぱり変わっていかなければいけない、うんうんうん、もう戦い期にあるので、うんうんうん、まあこれ、まあぶっちゃけ言えば取れる仕事は全部取っていこうっていう、まあ、そういう流れの中でああいうことをやる、うんうん、ね。なるほどなるほど。うん。だからまあ本当単純な広告代理店ではない、うん、ね。あのもはやそのコミュニコミュニケーションが解決する仕事であれば、はい、うん、とにかく何でも取っていく。何でも取っていくと。何でも取っていく。だからこの GoTo キャンペーンも彼らは必ず取ろうと。うん、まあ多分決まってたと思うんですね。うんうんうん、まあ、GoTo キャンペーンっていうのは今回最初に話しているのは持続化給付金の話ですけども、うん、まあ、この補正予算で組まれた1兆7000億円のうち、なんと3000億円も事務費が、うん、委託費が発生している、まあ、GoTo キャンペーン事業というやつですよね。うん、そうですね。うん、で、これは、その、まあ、コロナが収束した後に、ね、はい、皆さんに、その、あちこち旅行行ってもらおうじゃないかというものなので、当然、誰かまたタレントを何人か使ってね、はい、さあ皆さん、もうコロナは終わったんで、うん、旅行でも行きましょうや。お金使いましょうよ、うんうんうん、ありがたいことに、その政府もね、クーポン、うん、半額クーポンとか政府くれちゃいますよ。うんうんうん、それもできるんだけどなって、うん。それ、そういうキャンペーン絶対やるわけです、うんうん。いらんけどね、俺。クーポンいらんけどね。いらないよね。そういう話をね、うん、で。そういうことで、まあ、キャンペーンやる。うん、そこは広告代理店の仕事を最も得意とするところじゃないですか。うんうん、はい。いかになんかこう、安倍政権ってクーポンくれて優しいな、みたいな。もともとそれは税金だっていうことはあまり言わないで、うん、そういうキャンペーンをやるっていう、ね。はい。まあそういうことだけど、そこは広告代理店がやる。うん、やる一番いいポジションなんだけど。はい。でもそこには実施がついてくるから、うんうんうん、それを全部やれば3000億円ぐらいがいただけるぜっていう。3000億ってすごい売り上げですからね、本当に、うんうん。だって、まあ、それこそその電通が、いや、今回は控えめのその収益で 10% だけいただきますって言ったら、うんうん、300億になるわけだもんね、うん。すごいですよね。電通が今回いろいろ持続化給付金で問題になったと。いうことで、記者会見をしたときに、いや、経済産業省の仕事っていうのは、あんまり儲からなくて、他よりも、中抜きはね、少ないんだよと。10% しか中抜きしてないんだっていうふうに、この自信満々に。まあ、彼らは中抜きではなくて、管理委託費という表現を使ってますけど、うん、そういうことを言えてしまうっていうのがね、うん、本当に。まあ、その辺はね、やっぱり、その、電通って、まあ、さっき言ったけど、その、収益の中心がテレビなんですよね。うん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 、で、テレビって何っていうと、それは要するにコマーシャルですよ。はい、うん、テレビ CM の、その、扱いだとが大きいんだけども、うん、そのテレビ CM の収益っていうのは、まさに、例えばその CM1 本流すと、はい、その1本が例えば100万円だったとすると、うんうん、その電通の管理進行料は 20% 以上あるわけです。うん、すごく美味しい
で、その、まんまですよ、本当に。ね、ね、あの、要するに、ゴールデンタイムのキー局のテレビ CM だったら、うんうん、まあ、1本4、500万計算になってる、うんうん。ね。例えば500万で 20% だとしたら、うんうんうん、CM たった1本流しただけで、うん、100万円いただけちゃうっていう、そういう話だから、うんうんうん、そんな単純じゃないけれども、うんうん、あえて言うとそれぐらいのものなんですね。そうですね。はい。だから、すごい、こう、その、高収益体質。うんうんうん、あで、だから、あの、電通って、あの給料がいいわけですよ、うんうんうん。で、ただそれが、だんだん、こう、細り始めていくので、うんうんうん、まあ、彼らとしては、やっぱり今、新しい業態というか、うん、まあ、もうそういう政府系の仕事もどんどん取り込んでいかなきゃいけないっていう、うんうん、そういうあの考えにあるんだよね、はい、ちなみに、うん、あ、はい、どうぞ、うん、はい、日本のね、広告費って、テレビって、どれぐらいありましたっけ、テレビ。ね、3兆円ぐらいあるんじゃなかった、テレビ。テレビが3兆円。日本のテレ、ちょっと待ってくださいね。今、2019年、まさに電通さんのホームページを見てますけど、うん、あの、電通さんのホームページに、2019年日本の広告費開設というところに書いてあるんですが、テレビに関しては、うん、テレビは3兆じゃなくてですね、昔2兆円くらいあって、うん、今は1兆8000億。うん、1兆8000億、うん、あのおさらいをしておくとですね、皆さんのために、テレビが1兆8000億円、うん、で、ラジオが1200億円、雑誌が1600億、うん、新聞が4500億なんで、いかにテレビが突出してでかいか、うん、でただし、なんとですね、インターネットの広告費2兆1000億、うんうん、ということで、これはもうあの新聞とテレビを足したぐらいの金額になってしまったっていうことですよね。だよね、うん。今だからすごくネットは伸びてるわけですよね。はい、いや、本当に。ただまあね、それもその、じゃあテレビの分全部補えるかって言ったらそんなことないからね、うん。はい。やっぱり、総合的には、うん、テレビの分もなんとかどっかでカバーしなければならない。新しいなんか収益が必要だっていうことになるね、はい、やっぱね。インターネットの広告代理店のシェアでちょっと調べてみます、私。うん。シェアでいくと、まあ、サイバーエージェントが一番でかい、ね。確かね。ネット広告、うん。インターネットの広告代理店、うん、広告業売上ランキング1位、サイバーエージェント、うん、で、2位が DA コンソーシアムホールディングス、うん、次がオプトホールディングス、ベスト3がこんな感じですね。ただオプトはですね、うん、899億円取扱高があるんですけど、うん、あのこれはまあ決算書のデータでね、これデータが、2019年12月の分で広告業界の売り上げ、だけなのか、ゲームの事業とかの売り上げなのかが含まれているのかどうかちょっとわからないんですけども、うん、オプトは確かですね、電通の株式を、ああ、るはずね。入れていたはずですね。うん、ちょっとそうだよね。はい。で、いやね、オプトね、あの、オプトに買収された社長知り合いなんで、なんかその時あの、やっぱね、オプトもね、電通にね、株入れてもらわないとね、大きい案件取れないんだよっていうふうにぼやいてたのを知ってるんで。で、だけど、もしかしたらもう売却抜けたかもしれないので、一応調べますね、今。うん。あ、そうだね、今は持ってないわ、電通は。うん。あ、じゃあ今独立。独立系にな、戻ったのかな、これは。うん、いろいろしがらみが嫌だったのかもしれませんね。はい。あ、まあ、そう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 。やっぱり、あの、ここに書いてました。2014年に、株式会社オプトは平成26年5月23日付の同社の株主である筆頭株主に移動が見込まれると。で昔は電通だったんだけども、うん、それが別の会社になりましたって。うん、あ、株式、これ社、創業者が買い戻したんですね。うん、よっぽど嫌だったんでしょ、簡単に言うと。よっぽど嫌だったんでしょと、私は思います。
ちなみになるほど。DA コンソーシアムホールディングス株式会社っていうところは、これ博報堂系ですね。そうだね。うん。じゃあちょっと気になるサイバーエージェントさんの大株主に電通が入ってるかどうかをチェックしましょうか。大株主。株主の状況。サイバーエージェントさん。これサイバーエージェントさんのホームページを今見てますけど、創業者が一番持ってて、パッと見電通の名前はない。じゃあ、とするとですね、これ電通からするとですね、非常に嫌な状況ですよね。そういうことなんですよ。だから、デジタル系はちょっと電通は出遅れの感があるんだよね。むしろ、博報堂の方が強いんだ。なるほどな。だから、ちょっと出遅れてるっていうところで、だからとにかく貪欲に何でも取りに行くっていうね、話ですよね。まあそうすると、私、これ、海外では電通みたいな一業種でこれだけ強い広告代理店存在しないんですよね。しないね。で、確か海外の例えばアメリカのテレビって、なんかケーブルテレビがめっちゃあってチャンネル数すごい多いですよね。で、そう考えると、やっぱり海外、アメリカのテレビ局っていうのは、一つの広告代理店がテレビメディアを支配するということはできなくなってるわけですよね、構も造ちろん上。できないですね。ってことは、多分、電通からするとですね、インターネット化が進むのはすごく嫌だから、そういう番組はですね、作らないようにしてるはずだよな。日本がネットに遅れて、Google、Facebook、Amazon、Microsoft、Apple の時価総額がですね、日本の東証一部上場企業の全時価総額を抜いたっていうニュースを見てですね、この前、私、要するに5対2100で負けたんですよ、時価総額。これ多分、電通の罪もあるんじゃないかなって邪推しちゃいましたね。なるほどね。要するにテレビの広告のうまうまを残しておきたいから、ネット化を促進させなかったんじゃないかって私思っちゃいますよ、こんなんだと。なるほどね。いやー、まあまあ邪推ですね、けどね。それでまあそういう流れの中で、結局、まあ僕、まあもう一つの方向で、記者さんに言ったのはね、結局、官僚がとにかく、丸投げするのが楽だから投げるんですよ。そうですね。まあ結局、電通に頼めば、何でもやってくれる。で、ほら、今回のこの、給金の関連で言えば、経産省は、8日になって初めて、いわゆるこの指揮系統のこのほら、ツリー。要するにこの、電通から、どこに投げていたっていうね。それを8日まで報告受けてなかったって言った。6月8日ですよね。そう、6月つ8日。まり4月8日の競争入札公示が行われて、確か4月末だったかな、入札されたんですよね。電通、まあサービスデザイン協議会に。それから1ヶ月以上、税金769億円投げといて、どうなってか全く知らんと いうことですか。どうなっとんねんって話ですけど。そういうところがね、いや、もう今日も安倍が国会で言ってたけど、いや、そもそも最終的には全部ね、かかったお金しか払わないし、チェックちゃんとするんだから、心配ないんだみたいなこと言ってるけど、もう、この大問題になるまで経産省は、指揮系統も何も知らなかったわけじゃないですか。そんなね、何の説得力もないよね、そんなこと言ない、ゼロ。で、そういう、なんでじゃあそういういい加減さがまかり通るかっていうと、いや、それは結局、まあもう電通に任せればね、あとは、やってくれるからっていう安心感があるんだよね。だから、何でも取り込んでおきたい電通を、とにかく丸投げしておけば自分たちのその仕事量が減って楽な官僚のね、そういうこの双方のこの、思惑が見事に一致してるんだよ。だからこういう仕事が増えていくわけです。いや、もうね、本当に、えらいことやで、ほんまに。で、結局、海外では、
いわゆる今、日本の博報堂とかみたいに、こういう総合広告代理店、総合広告会社、存在しないわけですよ。みんな、専業になっちゃった。先生、マーケティングの会社、テレビの CM のバイングの会社、雑誌の、広告の会社、みんな細かく、専業化している。だけど、日本の場合は、その電通に、代表される総合広告会社で、ともかく、その電通の担当者一人を呼んで、そいつに説明すれば、あとは全部下まで全部届くっていうやっとけっていうふうに言ったら、全部それでやってくれってことですよね。まあ、だそかれら、ね、本当楽なの。税金という莫大な予算がある政府からすると超楽ですよ。超楽なのね。で、そこには結局メディア対策も全部入ってる。だから商社とかにやらせるよりも、やっぱ電通とかにやらせた方が、メディア対策もやってもらえるから、まあこれは楽だよね。だそういう、すごいまあ官僚が、まあもちろんね、いろいろ官僚も忙しいのはわかるけど、まあともかく、彼ら自身が楽したい。楽して、でもまあ、電通に任せとけば安心だっていう、税金を使っても、まあ、失敗はしないだろう。それは安心感があるっていうね。で、そういう仕事を請け負えるぐらい、もうとにかく電通って巨大になりすぎちゃったんだよ。をまあ、あちこちで知っていて、で、やっぱりこれは、ね、ここでいつもお話してますけど、オリンピックもやるし、果ては憲法改正の国民投票いや、本当ですよ、もやれちゃうと。ってことは、もう本当ね、世界史上、一つの国の憲法を広告会社が変えてしまうかもしれないっそうでていすうよ、もう。そね。んなのもう憲法じゃないから。ね、民主主義の根幹を金で、しかも広告代理店がね、影響力持って変えるとかって、それも憲法じゃねえからっていう。それ資本主義だからっていう、本当に。もうなんかディストピア小説、いや、底抜けみたいな本当。ことにね。まあ、それはね、本間さんと作ったこの電通が支配する憲法改正国民投票という本で語りましたけども、すごい問題なんで、これぜひ買ってほしいなというふうには思いますよね。だからそういう、本当に、一国のこの政治体制っていうか、もうその、憲法って政治体制よりもさらにちょっと上の部分だ。ね。その全政治体をの。行うための、その基本の基本みたいな。政治がプログラミングだとしたら、憲法は OS 部分ですからね。本当だよね。に。そうだよね。い次や。ね、変える力すら持っているっていう。だからやっぱりとにかくちょっと大きくなりすぎてるんだよね。全で、くもってその大通りきですくよ。なると、まあ、要するに、まあ、ブラックホールみたいになってるんですよね。で、こう、黒々とこう、ブラックホールがこう、回転して、どんどん大きくなっていって、で、大きくなると、なんとなく包容力があるように見えるから、またいろいろ集まってくるわけですよ。そうですね。みんな、こう、外からこう、うおーって集まってきて、で、ますます大きくなっていく。まあ、この、今、歯止めがちょっと効かなくなってるね。だから今回のこの事件で、やっぱりこういう実態があるっていうのが明るみに出て、社会の中で問題視されるとか、やっぱりこのメディアが改めて、電通っていう、得体の知れない会社をちゃんと監視した方がいいなと。っていうふうに、各新聞社とも多分ね、今気づいたと思うんです遅ね。えよって思いますけど、まあ、遅えよって思うけど。俺たちは僕らはもう10年ぐらい前から言ってるわけで本当に。もっと言うと、電通公害論っていうふうが50年前に出とるじゃないかっていうね、本当に。だから遅いんだけど、遅すぎる。各記者たちがね、一人でもそういうことに気づいてね、チェックが始まればいいなと思うんですよね。まあ、というわけで、新聞記者の皆さん、ね。
勉強不足であっても起こりませんから、本間さんにぜひ教えてって連絡をしましょう。はい。で、そしたらですね、その新聞を私が取り上げますから、なんと、新聞も売れる。という形で。いや、本間さん、今日は基本の木という感じで、電通の出の字から説明したみたいな感じですけどね。はい。これね、電通さんがね、何が問題かっていうと、このブラックホールみたいに吸い込んでいって、大きくどんどんなってるじゃないですか。で、これ面白いことにですね、電通が巨大化するに従って日本は衰退してるんですよ、これ。本当に。だから、パイがでっかくなってってんじゃなくて、周りを吸い取ってんですよ。ね、細かい数字を言い出すとキリはないですけども、日本の GDP がね、どん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 衰退してってんのに、電通だけでかくなってておかしいだろ、これはっていう、どう考えても。やっぱりその一応吸ってるってことになるわ、ね。私は思いますよ、本当。まあ、まあ、そんなね、なりふり構わない電通の、ことについて、憲法改正まで進んでいるっていうことで、こちらの本を、作りましたんで、よろしければ買ってほしいなというふうに思います。じゃあ、本間さんとちーちゃんもどうも今日もありがとうございました。ありがとうございます。はい。まあ、そんなわけで、皆さん、電通の出の字から説明したっていう動画ですね。ちょっとこの動画ね、私と本間さんからすると、ちょっと盲点でしたね。なんかもう、うん、それが知ってんだろみたいな感じで喋った部分がかなりあったんで、どうしてもね。どうしてもやっぱり、そういうになっちゃうんで、ね、はい。どうもありがとうございます。はい。はい。それでは、今日も読書、チャンネル登録といいね、そして、本間さんの本を買ってほしいなと思います。あと感想ください。ありがとうございます。ありがとうございます。今日も読書。